どんな人、すごくもう一つ一つのことをそこまで考えなくていいのにっていうぐらい若いのに考えてるなっていつも思います。変です、変な人。なんか人と観点が違うからすごい面白いです。発想力がすごいなって思います。てか思考回路が人と違うんですよ。気づいたらもうさ、ね、すごいしっかり喋れるし、本当よく考えてるし、うん、あ真面目だよね。真面目、突き進むタイプかもね。はい、気持ちの熱さっていうのはすごい感じるので、何に対してもふざけるときはふざけるし、やるときはやるっていう感じのタイプだから、だからなんかこう喋ってても楽しいです。後輩で年下なんですけど、すごく頼りがいがあるような、なんか落ち着くような存在です。総監督としての自分に本当に必要な人だなと思います。うん、支えてくれてますね。うん、この人物、変で不思議で悩みやすくて真面目で頼りになる。そして喋り方特徴的ですよね。なんかあのさ、アルピアスさ、なんかいつも元気だよね、どうしてなんかすごいだるそうに喋るんですよ、ジュリさん。いやいやいや、そんなことないじゃんって言われます、多分多くのメンバーに慕われている彼女は今回の総選挙で15位になり、初めて選抜入りした AKB48 チーム4キャプテン、高橋ジュリ。9月15日、ここ横浜アリーナでは総選挙ランクインメンバーによるコンサートが開かれることとなった。今回のコンサートでは選抜総選挙で選抜に入ったメンバーたちにソロパートが与えられ、それぞれが考えた演出を行う。今回選抜入りを果たした高橋がそこで披露するもの、それはドラム。やっぱ15位になってみて、これ以上上ってどうやっていけばいいんだろうってすごい思ったので、やっぱ何が正解か分かんないけど、でも新しいこととか新しい一面とか見せていくしかないなって思ったので、こういうことをしてその意外性で皆さんに楽しんでもらえたらなって、とにかくその時間を楽しんでもらうためにですね。まあ、ドラムやったところでこの子が選抜になった意味が分かるって言ったらそういうことじゃないけど、でも歌って踊るだけじゃ、踊ってるからだったらアンダーガールズの子とかフューチャーガールズの子とかも歌って踊ってることはしてるから、そうじゃないことをせっかくソロの時間でやらせていただくならやりたいっていうことで、まあやらせてもらいましたね。ファンに喜んでもらいたい、新しい自分を見てもらいたいと彼女自身考え抜いた演目だった。まあでも挑戦ですね、挑戦。 MC もずっと仕切るのでこちらも挑戦ですね。そう、ドラムだけでなくコンサート MC の仕切り、ここにも彼女は挑戦をする。さらに今回の MC では高橋にとって嬉しい出来事があった。指原莉乃と共にメイン MC を行うのだ。そこには高橋のある思いが。いや、指原さんとあんま喋れないんですけど、恥ずかしくて。指原さんはマジで尊敬してます。自分がキャプテンになってからですかね、多分。なんかできることとできないことに直面するようになって、それを全部できる方だから、そこに気づいた時ですかね、やっぱ。尊敬する指原と同じステージで MC、 実はドラム以上に気合が入っていた。指原さんとできるのは
嬉しいですね。それでなんかでも結構進行しなきゃいけないんで、結構自分に浸ってたらダメなんですけど。これも全ては総選挙で選抜入りしたおかげだと高橋は言う。怒涛だったというか、ありがたいことにこうお仕事も増えてたくさんで、こうやってコンサートで指原さんと一緒に MC をやらせていただいたり、ソロなんて一緒やんないんだろうなって思ってたんですよ。やっぱソロでやってるメンバーを見ながら、なわけないって思ってたことが現実に起きている期間というか、今いろんなことをやらせていただいているので、なんか人生何が起きるか分かんないなって本当に思いますね。高橋樹里18歳、12期研究生として AKB48 に加入して以来、真面目で頑張り屋だった彼女はいくつものチームを経ることで成長を続けてきた。そして2015年3月、彼女は大役を任されることとなる。春の人事異動を発表させていただきたいと思います。高橋樹里チーム4キャプテン。当時17歳、最年少でのキャプテンとなった。当時の様子をメンバーたちは見ていた。そうですね、樹里がもがいてる姿もずっと見てきてたので、キャプテン、最年少キャプテンって感じでやってて、でも本当に無理しちゃうとことかあるんですよ、樹里さんって。結構抱え込んじゃったりするタイプだと思うので、あ、なんかちょっと悩んでるのかなみたいな姿見たことあるんですけど、なんかあんまり声かけられない自分がちょっと悔しいっていうか、引っ張ってまとめていかないといけないんだっていうのがすごくあって、なんかこう見ててなんか苦しいというか、そんなにまあ仕方ないと思うんですけど、私もキャプテンやっててそう思うところはあるので。苦しみ悩み多くの涙を流した。しかしこの経験こそが彼女を変えたという。キャプテンになってからなんかに自分が避けていたことっていうか、気づかないうちにやってなかったこととか、できないと思ってたことをやんなきゃいけなくなったっていうか、例えば大人の方たちと話すこととか苦手だったんですよ。だけど若いチームの中で私がそうだったらみんながそうなっちゃうんですよ。だから私が大人の人に信頼されるようにならなきゃいけないし、私が信頼をしなきゃいけないし、そのが自分の中で最初は一番こう乗り越えなくちゃいけない自分だけの目標でしたね。それはあった、そういうのがあって、でも全体的にいろいろ変わったのかなというか、自分の中で。高橋樹里です。皆さん本当にありがとうございます。総選挙で初めてランクインしたのは2014年、28位という素敵な順位をいただいて、本当に本当に皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。そして翌年の2015年、選抜には手は届かなかったんですけど、選抜入りを目標としていたのだが、結果は25位。樹里さん、今の気持ちをお願いします。悔しい。この結果、言葉にならないほど悔しくてたまらなかった。そして2016年選抜総選挙、その直前の気持ちは、多分今まででも、多分これからいろんなことがあったとしても一番怖い総選挙だなってすごく痛感しています。やっぱり今まで以上にプレッシャーだし、切羽詰まりますよね。楽しんでくださいみんな。その理由とは、ガンガン行く。
けてチーム4ラブ&ピース。お願い、頑張りましょう。チーム4キャプテン、埼玉スーパーアリーナヤングコンサート行くぞ。ヤングコンサート、はい、すいません、ご挨拶させてください。おはようございます。総監督不在時の総選挙のリハーサルなど、誰しもが認める若手を引っ張る存在として、彼女自身多くの経験を積み重ねた一年となった。だからこそ、これまでにない大きな重圧が彼女にかかっていた。